柴田春香役を演じました松井愛理です。このお話は実際に福岡であった話を元にしているということで、2人の男性から急に好きになられてちょっと羨ましいなと思いつつも、実際に演じてみるととてもどっちもね魅力的な男性だったので、とても心が苦しく辛い思いになりました。そうですね、見てる方にはどっちを最終的に渡る佐藤君と俊一さんどっちを選ぶのかドキドキしながら見ていただけたら嬉しいです。